4日目やっていきましょう。もうこっからは難易度難しいくらいですね。まあ3日目は難易度普通ですね。はい、いや、もういない。今びっくりした。見間違いかと思った。電話はうるさいんでミュートにしちゃいます。いや、早いって。チカちゃん、いや、もうこういう、なんだろう、チカちゃんどこかなって探す時間がもったいないのと電池がもったいないのでやめます。フォクシー、僕は君だけを見てるよ。君はずっとそこにいてくれ。まあ、足音が聞こえることの方が多いんで、今みたいに。聞こえたらこうやってライトを見て、フォクシー見て。89%。え？え？ああ、びっくりした。もういないのかと思った。一回カメラ1みたいですね。なるほど。ボニーもいないと。やめて。なんかライト押しにくいんですよ。カチカチって一瞬でできる時もあれば、なんかずっとつけちゃう時もある。今はフレディの半々が聞こえないんで、ドア閉めなくてもカメラが見れます。これ僕マウスでやってるんですけど、キーボードって反応するんですかね。なんかボタン反応するかな。反応しないな。 WASD とスペースキー触りましたけど、スペースキーカメラでもよくないですか。うん、電池はまあまあいいっすね。で、そろそろフォクシー来ると思います。2時くらいに来るかな。いや、フレディが結構黙ってくれてるんでありがたいですね。これ結構運がいい方だと思います。経験則、スマホでやってた時、あ、動きました。スマホでやってた時は、わあ、ナイト5までしか行けませんでした。5日目。まあ、5日目クリアしたら終わりなんですけど。ここ見て、走ってきて、ドア叩いて帰ると。もう電池の減りが今のですごいことになりましたね。ちょっと見えてなかったでしたけど。あ、今、チカちゃん帰った音かな。はい、お帰り。やっぱ2時に来ましたね。で、フレディが2回泣いた。3回泣いたら本当にまずいですね。けど2回はまあ、まだ余裕あるんじゃないかなってことで、ドアを開けっぱなしにしときます。やっぱり5時になった時に電池が何パーかで、結構なんだろう、精神的余裕とかも。あ、2回目は、3回目泣いたんでまずいっすね。こうやってちゃんと閉めないと襲ってくるんで。で、オルゴールがちょっと聞こえてるじゃないですか。近くにいます。あ、僕がさっき好きって言ってた音楽これです。え、早いよ。よくない、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 よくない。びっくりした今。あ、やば、あ、危ねえ。今ドア閉めなきゃまずかったのに。ちゃんとドア閉めてカメラ見ましょう。よし。まあ、多分この音楽聞いたことある人もいるんじゃないですか。なんとかの闘牛士。タンタンタタンタ。よく気づいた。よく気づいた。えら。歌ってる場合じゃなかった。いや、フォクシー2回はね、来すぎ。いや、僕がこうやってカメラ見ないのが悪いんですけど。
運負けしてます今。1回目叩いた時より、あ、1回目叩いた時より2回目叩いた時の方が電池の消費量が半端ないんですよ。なんでなるべく来ないでほしいです。そんな言ってもね、来たいよねフォクシーね。チカちゃん、ああ、お前は本当に良くない。いや、3回目はね、本当に笑えないっすね。3回目来たらもうほぼ負けでいいんじゃないですかね。良くないですけど。何がいいんだ。何を言ってるんだ、この人は。ああ、びっくりした。いや、今何が起きたか分かります？フォクシーがいないと思ってドア閉めたらボーニーがいて、しかもフレディが動いたっていう最悪な状況です。あ、まだいるんだ。勘弁してよ。これでチカちゃん来たらほとんど罪ですね。いすぎ。ボーニー、いすぎ。ボーニー、あ、ナイスナイスナイス。よしよしよし、ちゃんとドアを閉めてみる。これ怠らないようにしましょう。で、4時になった瞬間の電池残量を見たんですけど、確か32だったんで、16% ずつぐらいしか使えないっすね。16% 相当少ないっす。フレディ対策しないといけないんで。あと、フォクシーに来られたらもう負けなんで、カメラは見ます。あれか、目が光ってるからそこを見ればいいのか、フォクシーを。どうしよう、秒数数えようかな。12345678910秒、長いかな。12、あ、なんで閉めた。12345 1 2、いやー、それまずいな。5時で 18% でしょ。ちょっとまずいっすね。よくないよくない。いやー、もう見ます。 OK じゃないとフォクシーが来て大変なことになっちゃうんで、多分3回目のドアバンバンは10% ぐらい削れそうですね。フォクシーが来たら負けです。チカちゃん。どうした。まあ、体感5秒ぐらいでやっぱフォクシーは見た方がいいですね。今んとこ順調で来てないんで。最悪 0% になっても、今多分5時の中間ぐらいじゃないですか。これが0になる頃は5時の後半だと思うので、まあ、お祈りするしかないですね。一番最初、2日目かな、僕が。あ、これまずいっすね。もうカメラ見ないです。閉めときます、左のドア。お祈りするしかないです。いや、でも時間的に、あ、やばいな。なんか電池の減り早くね。よかった。無事4日目終わりました。めっちゃギリギリ。ってことで、今回はこれぐらいで終わりにしますかね。5日目はまた今度やりたいと思います。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。